何のためにやってるのか、自分が強くなるのか、厳しい社会になると思うんですけど、はいはいはい、はい、スポーツ部部長のテラーです。今日はこれから3日間リブートボクシングジムのプロボクサー2名と練習生、これからプロを目指す、まだ若い10代の子ですけれどもの1名、計3名のトレーニング合宿の依頼を受けまして、フィジカルトレーニング合宿に、これから山梨県の方に向かいます。まあ初めて行く場所ですし、山梨県の山中湖の周辺を使ってちょっと涼しい場所で走り込みということで、ボクシングの練習はなしでフィジカル合宿という形になります。現地の地形を使って走り込みであったり、普段やらないようなトレーニングの刺激を与えようと思ってますので、その様子をぜひご覧ください。だいたい準備するものとしてはですね、今回私いつも使っているトレーニングマーカーですね、これがあればだいたいスペースが作れますし、いろんな負荷をかけることができます。ちょっとだけテニスボールとかも使ってちょっと気分転換をしたり、面白いことができればなと思っています。まあ盛り上がるようにスピーカーと、あとですね、こんなのがあるんですね。宿泊ホテルの場所にホワイトボードがないので、みんなで勉強会をしようと思ってまして、今回この壁にかけられるホワイトボードを、ホワイトボードというかこうマーカーでかけるような紙を、準備して、マジックペンを持って、これから行ってきます。では行ってきます。ものすごい暑さです。食事を済ませてこれから山中湖の方に向かいます。じゃあ選手乗ってください。はい、はい、リブート事務所属石井俊也です。はい、はい、後ろ僕大輔です。すごい暑さです。なので山でちょうど合宿ができて、山中湖周辺はきっと気温が下がると思うので、いい練習ができるかなと思います。では行きましょう。合宿、今日から3日間よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、3日間の合宿の位置づけとしては、まあ、試合が終わって突き抜けて試合に背向けて2人とかですね、いい形でスタートが切れるように、まあ、切ってると思うんですけど、もう一回心を何のためにやってるのか、自分が強くなるのか、厳しい3日間になると思うんですけど、初日は今日はここでちょっと広いこの、空間の中で外になるので、いつもと違う環境で、山中湖をバックに1時間半ぐらいしっかり動こうと思うので、怪我のないように暑いんで体調管理、自分の中で管理をしながら行きましょう。はい、じゃあ動的柔軟性から動いていきます。はい、山から1。首を起こして顎引いて、首長く、肩甲を下げて、押し込んで、押し込め、押し込め、下げて、ふう、そこから繊細に表現表現、ドロップを入れます。ついたら、ここでついたら、落ちる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 、下げてドロップ、2度からトン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 、4、5、トン、落ちるトン、落ちる、落ちる前、落ちる前、20で4、下げろ、落ちる、落とす、回転、回転、ボトムポジション低い状態、ここはボトムポジション、この状態でお尻を締めたら、お尻内転筋締めて、ここまで、ここまで20、おう、背中を後ろ、顎引いて、ガン、スイック、ガン、開いた状態から送る、締めるまで、足揃えるまで、揃えてから開く、ロープにしな、四角形ラインを作る、横の状態で出たらここに出す、ここに出す、まず前から、前から前から出た方向でちょっとツイストを入れて前に地面を押す、 OK、 右足から行こう、右足から行こう、はいはいはい、ちょっと前に出る、こっち返す、左足、よい、出た方、出た、 OK、 最後、ボン、ボン、
さあ、もうちょいな。さあ、頑張れ。前、前、横、横。フットワークの中でしっかり地面を押し込む。押し込む。強い。行こう。さあ行きましょう、ラストも一歩。さあ行くよ、柔らかく、ハイスピードね、よい。行こう。この状態が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回やったらそのまま倒して30、10の30。 OK、 まずまっすぐで首を開いて胸を張って軽く背を上げて前に倒すとか下がらない、下げない、上に胸開いて遠くへ30、寄せて、ああ、やば。クンクンというよりも、ここまでまず一回イメージを、肩甲骨が背骨側に揺れてる。またこっから、じゃなくて、ああ、もうこの状態から、こういうイメージ、寄せる。まっすぐもう一本、30、まっすぐ胸開いて、絞る。首長くして肩甲骨上に上がらないように下げた状態で、そう、その意識を持ったらそのまんまお尻突き出して、キュン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 、寄せる肩甲骨、そう丁寧に、あーやばい、入った、左右均等に使っていく感覚。斜め、ここ、小指、ここ、この状態で、10回。30、一本いくよ。右前、両親指後ろ、小指後ろで胸をギュッと上げて、手を持ち下げて。そう、そこで、斜め。グイグイ。後ろ、左肩を引く、そう引く、そこから前に傾いて30、ここ2大きく使う部位が違うところ繊細に、右斜めもっと前遠くへ、そう左手、ああ、そう使うよ、無理やり自分の下げて、ここ30、左手上、首長く、小指後ろ、そう、下げて、手上行こう。さあ、そう、ここ体幹締めて、お腹締めた状態で頭の位置をここに決める、自分の頭の上にある手を、もう体幹ぶれない、30、最後一本、さあ背中使って、よい、おい、右、バイウェイ、こっから引き上げる、
まっすぐなところで9丸める、ゆっくりゆっくり丸めて丸めて丸めて、手はここをお腹引き上げる、あらよろす、手をお腹締めて、まあ、綺麗じゃなかったこの中に来てるんだ、最後丸めて丸めて、手見えない、後ろでゴー、お腹で3、4、5、5、うわふわ、一回転、2セット目、よい、俺なら一番綺麗だ、うん、うわだ、3本目、よい、お腹締めて、よっそ、うわ、1、あ、よっしゃ、一回締めとろう、はい、はい、もう余裕で、さあ、下半身入りましょう、さあ、まず1種目目。いつもやってることを自分で管理して、自分で動きを作らないと、指導しないとね、いつも言うように、いつも近くにいるわけじゃないんで、まずやるべきことはしっかりお尻締めて、膝を開いてお尻を下げる。この状態で、トップ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 、足の裏が浮くこと。こっから戻して10回。10回やったら、こっから地面を押して10回。10、10、10。トントントン、トントントン。最初は広げて、トン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 。で、リズムです。疲れてても聞いてなかったんでしょ。いや、これ中もいつも言ってた。いつもよし、行くぞって言った。いいからやってる時の俺が言うじゃんですね。途中からね。さあ行きます。真ん中に開いて。お尻の真下にぶれないようにね、体左右差がないように、しっかり首長く、ぐー、締めて締めて、下げた状態のままジャンプ、トントントン行くよ。下げて、ゴー。ふっ、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 ゴー。お腹締める。7、8。トンくん、トンくん、戻して落とす、押し返す、ああ、今日は下げて、10回やったらジャンプで足を揃えてから落とす、揃えてから、揃えてから、顎引いて地面押せ、地面押せ、押し返す、全体でぶれないようにしっかり股関節大きく可動域使って、よーい、下げて、ゴー、
肩割り下げる下げる下げる、お尻起こす起こす起こす、ジャンプからメリハリつけてグン、高く高く揃える足、9秒前、強く強く地面を押して、はい、よーい、下げて、トントンぶれないようにゴー、うんうん、押し返す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 、首長くしてかかとで地面を押す、戻して落とす、3、3、メリハリジャンプつく、かかとでつま先じゃないよ、つま先じゃない、足の裏全体で揃えてから、つま先だ、つま先になっちゃう、足首ジャンプになっちゃう、ふくらはぎ使わない、3本あと2つ、ハム裏に来るからね、ケツの付け根左右均等に均等に、ふくらはぎ来てるのは良くないと思う、ふくらはぎ来てるよくない、足首使ってる、はい、ちょっとかかと側でかかと側で押してごらん、広くして、はい、よい、こういう感じです、ん、ちょっとイメージ的にはそんな感じ、かかとで下げて、ケツ締めて、笑顔、こう見ながら、お願いで顎引いて、そこからトン、手を落とす、メリアルつけよう、ガン戻してから、つま先前から、そうねじれない、ねじれない、どんどん左が前に来てる、まっすぐ揃えろ、締めてから足の裏全体で、ケツ、そうですね、最後4つ目、首長くして顎、顎引いてお腹締めて下げる、ぎゅー締めた状態、ケツ締めてジャンプゴー、ふっふっ押し込む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 、下げて下げて下げて、そこからメリハリ戻すよ、3分下げろ、ジャンプからグッと前で締めろ締めろ、さあ下げてラストだ、はい、お尻周り内転筋しっかり地面を足の裏で押す感覚、よーい下げて、首長く顎引いて、おう地面力強く落とせ、ジャンプ締めろ、強く強く、よっしゃー、ありがとうございます、シュトランディゴカレー、やばい、さあここでランジまで、ここでランジまで行って最後ダッシュで終わるんで、メイ頑張ろう、しっかりコントロール、ここはまだ起きないようにしっかりコントロール、足の裏が接地する瞬間のボディバランスと足の裏が接地する瞬間の力発揮がずれてしまうと筋肉と体が脳がずれると肉離れブリッずれが生じるんで、その生じることがないようにまずは右足から絞ってここにドン、ぐらつかない位置、この状態で1、2、3、10発入れる、そしたら戻して落としていく、落とし落とすところアクセント、10発その状態からここに大きくダイナミックシザースで10発、はい、10、10、10、5セットで、はい、右足からいこう、右足絞ってすぐ前にぐらつかないところ、トントン1回、よい、ゴー、OK、絞って戻して、トン君くん落とす落とす、10回やったら前に出したままシザースダイナミック、1大きく前前前、ここじゃない、動かす、戻してまえ、落ちろ落ちろ、そう落ちる、ジャンプします、息吐いて準備、はい、4つ目メリハリつけて下げる、ジャンプゴー、前前戻して前、
落とせ。前に出したから、トントン。もう一つ前後。落とせ。ああ、今で終わった。OK、少しレストを取って、これラスト1本にした。パフォーマンスをその代わり上げたら。はい。ちょっと上げよう。少しメリハリをつけよう。はい。じわじわってなって安定はしてるので。速さ、ちょんとんとんか、とんくん、とんくん、とんくん、ギガン、ギガン。ここラスト1本。はい。最後、右足前。絞って、絞って、絞って、ここ一発出せよ。下げて、ゴー。ぶれない、ぶれない。戻したら地面をキュッと、そこで落とす。そうそう、そろそろ。そろそろ。そろそろ。そうそう、持っていける、持っていける。よいしょ、OK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 、ナイスだ。撮影スポットだな。俺たちも負けてない。撮影スポット。一部の人には受けるよ。さあ、1回転、10秒前。よし。5秒前。さあ、左は攻めて、ぎゅー、締めて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 、よい。ゴー。戻しちゃえ。落ちろ。ブレないに、ブレないに。スイッチ、気をつけて。さあ、最後スプリント。はい。スプリントもただ全力で走るわけじゃなくて、今日はまずマークソ。マークソっていうのはストライドを管理した中で、加速の2、3、3、3、4、4、5、5、6、7、8速調というふうにストライドをどんどん伸ばしてるわけですね。そのストライドの中で加速をしていって、まずは青いところ1本目2本、次の青いところ2本、次の青いところ2本、この中でまず最初は加速なんで、ちょっと横に来て上の合図で右足前2本目左足前という形で、次の足が必ずマーカーの中に入る。マーカーの中に入ったらすぐ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 マーカーの中に足を入れていく中で、最初は加速をしたいので、このイメージは大股になることなく、だけどちょこちょこ走りにもなることなく、この範囲の中でスピードをしっかりとまずは出していください。マーカーの中に入って左から入る感じ、左足前最初、次右足前、こっからまず練習してみる。後輩一回走みたいな、フェーナイズがピッパンパン違うよ、ね。こういうやつがいるんだ。ちょっと待ってください。合わせてください。こういうやつがいる。俺が悪いのか？俺が悪いです。そう。トン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 。あ、ちょこちょこマシにならずに、普通に間一本。こういうことですか？そう。スピード上がっていく。そう。絶対にスピード上がっていくので、上げないとスライドが間に合わなくなるんで。すんのめってくる。ダイブは特に。真ん中つかないといけないです。真ん中につかなくていい。ああ真ん中につかなくていいので、ここでいいので、ああ自分の胴体は、頭と胴体、おへそはこの上をまっすぐ走っていく。そうで、絶対にスピードが最初の5本で、この状態からスピードが上がるんで、ああOK、ゴー。最高スピード投げるよ。はい。このためには自分の体が浮いちゃいけない。前傾で、ここまでは前傾、前傾のまま肘膝を前に出して大きく前後に、肘膝を大きく前に、OK、下げて左足前、ここから次は右で、同じ、同じ、そう、右同じで、そう、そうそう、そう、右足、そうです。回転数を上げたいんだよ。ストレートを伸ばしながら移動スピードもっと上げれる、左足前、はい、よい、
ゴー、トン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 、トン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 トついた時には反対の足が必ず前に出てくる、はいはい、次のステージはトップスピード局面になるんで最初前傾でガン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 って走ったらこういう感じ足がついたら反対の足が前に空中シザース、空中シザースで走りをあそこまで、あの2個目のがないってこと、2個目のそう2個目のそっからグッ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 もっとない。ピッチャーでのピッチャー、そう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 。ガガガガガ、そうそうそう。オッケー、上がります。はい、回転足。ああ。回転数上げて。回転数上げる。回転数。まあ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 。コントロールコントロールコントロール後ろに流れない、危ない危ない、最後の3メートルになったら足より足が後ろに流れて右足に取ってこようとしてるね、移動スピードを今度上げるというよりさ、つく時に反対の足が前にあるんだよ、その感覚だよ、はい、ちょっと肉離れが危ない、もう疲労状態なんで、ちょっと肋骨絞ってごらん、それ肋骨を少し1ミリ肋骨つってこれ開いてるじゃん、はい、意外とちゃんと走れてるから、移動スピードが上がってるから、でも疲労してるじゃん、なんでコントロールしないと肉離れ起きるよ、しっかり設置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 、タイミング腕と OK 4名ことを明確にして、感覚大事だよ、ただ走ろうとしないがむしゃらじゃない、正確に正確に軽やらかく下げて、基準のストライドの基準のストライドの中に自分を押すっていう感覚を
まず動かせる。最初の10メートルから20メートル。はい、そこから今度は回転数と足の設置のタイミングをつけないといけないので、少しずつ少しずつ距離を伸ばしていく。走りのペースが違う。ちょっとこうやってマークする。その水飲むみたいです。ダウンして少し半身だけストレッチ入れて、立った状態でストレッチ入れて、はい、1日目初日到着してから、山中の動画ですよ。動画で、まずは動的柔軟性と股関節周りやいつもやっている動きのトレーニングを行いました。で、こういう普段の違う自然水域の中でクーリングダウンをして、これから宿舎の方に戻ります。いいトレーニングができたと思います。はい、社会富士山に向かって走れ、行け行けまた明日楽しみにしておいてください。2日目頑張ります。夜の開始です。まず今日から合宿が始まってね、最初心づもりってことで、これが当たり前に感じることなく、いい3日間になるように、きちんとやるべきことはきちんとやる。で、迷惑をかけないような行動をとると。で、休むところはしっかり休んで、いつもの仲間ではあるので、しっかり注目を深めながら、先輩後輩の仲間を含めて、今回は3人ですけど、まずは、ちょっと食事までの1時間、勉強したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そこでね、フィジカルトレーニング、スポーツ科学っていうことを何でやる必要があるのかって言ったら、皆さんもプロの、ボクサーなので、プロボクサーとして自分を高めるっていうことに対してチャレンジをしているので、レクリエーションではないですよ。もう一つは部活動でもないですよ。嫌ならやめろっていう話ですよね。で、どこまで追求するかってなった時に人任せになってはいけない。あくまでも自分が自分を伸ばす、自分で自分を伸ばす、これが基本になるので、誰かにやってもらうっていう感覚を持つと、やもするとなんかやってくれないとか、ミット持ってくれないとか、環境が嫌だとか、そういうふうな発想になってるんですよ。だったら自分で環境いいとこ探すよってことになったんですね。なので、その根本を自分で、俺はこうやって生きていくんだ、こうやって自分を伸ばしていくんだっていう成長の過程の中で何してるのっていう話なんですよね。一日一日の積み重ねなので、一日一日の積み重ねが、そのボクシングの練習があなたの能力を伸ばしてますか。このフィジカルトレーニングが1ヶ月後3ヶ月後自分の身体能力が上がってますかっていうことを問わない限り、ただやらされている部活動と一緒になるということで、その中でスポーツ選手としてアスリートとしての理解を、教科書に載っていることを皆さんに伝えたいっていう思いも、伝えなくちゃいけないっていう思いもあるので、こういう時間を設けているということになります。いいですか。前回の復習をしま す, いいですか。前回こんなことをやりましたよね。自分の体は脳からの指令で、もしくは脊髄からの指令で、この先にある神経を通して自分の体が筋繊維とつながって筋肉が収縮する。 OK、 覚えてます。で、この筋肉が骨にひっついているので、